するしない。どうも、ひなたあいこです。今回も MJ 打っていきたいと思います。変わらずサンマ打ちます。まだまだ上手くなりたいサンマ。そしてビンゴカード、そろそろもうちょっと綺麗に穴開けていきたい。ビンゴカード、目標に向かっていろいろチャレンジしていきたいと思います。では早速打っていきましょう。よし、今回こそ大物手を上がってビンゴカードをたくさんガラガラしたいと思います。さんま、さんま、お、集まりました。見えてくるかな。打ち合いになるとやっぱドキドキして楽しいですよね。 MJ、 よし、よろしくお願いします。では参りましょう。プレイヤーはなんちゃです。おーおーおー、最初にプレイヤーのハイパイはどうでしょうか。いいハイパイだ、並び悪くない。一体どんな戦いになるでしょうか。チートインシャンテン、ハイパイチートインシャンテン。あー、取っとく取っとく、自敗取っとく、取っとこっか。ドラスジ、一番最初に仕掛けるのは誰か。でもね、この手問題は安いんですよね。チートイズのみでドラもなくて赤もなくてチーピーで、結構ちょっと打点が見込めないから、ここで仕掛けていく。これで78、つもぎりが続いている。場を制する人物は一体誰なのか。リーチ打ちたいな、今のままじゃ安いから。でもね、相手はダブトンポンだから、どこかでちょっとね、前のめりすぎはダメかも。いかないよ。ここはドラを持ってきた。ドラは使いはなきゃいけないよね。ひなた、連続でドラが来ています。連続でドラ来てるけど、ポンだよ、言われちゃったよ。イニシャンテンが思いがけない形になりました。ポンだよ、ポンだよ、言われました。ここも我慢。イペコかな。ミーティングか、ミーティング、ここはここでも仕掛けない。この捨て牌気持ち悪くないですか。 E ピンと9ピンのシャンポン待ちになったんですけど、下茶プレイヤーのリーチに対応しています。これ、あ、今ねチートイツのテンパイも悩んだけど、まあシャンポンでね上がりきれたのは良かった。ひなた、これでトップに浮上しましたよ。ドラ短期にねちょっと自信なかったんで、今回番号、うん、上がれました。そして親番、トン2曲、ドラはウーソー、プレイヤーは親です。あ、おー、ひなた全曲は赤ドラ、いい上がりを決めています。これで一歩リードしました。さあ、ここからどう打ち回していくのでしょうか。そう、伸ばしましょう。ハックか。場は膠着状態。いやー、ゴリゴリにいっちゃう？どうする？ちょっとね、こうやってみよう。これでリアンシャンテンです。どうしようかな、どうしようかな。これね、
場が重い空気に包まれています。どうしようかな。一番ボンだよ。ここで仕掛けて、あの声かわいいな。ボンだよ。何あの声かわいい。ひなた、あっという間にイーシャンテン。イーシャンテンですけど、ちっそう。こうしようかな。リャン関係。プリャンメン。各茶、相手の出方を伺っているのか。今入れ。結構ね、このすごい、噛んだよ。シンドラはあ、もうリーシャツも見事軽快なつま上がり。これはうまく打たれてしまいましたね。さすがでしたね。リーシャン解放だよ。おしゃれおしゃれ。トン3曲、ドラはシャア、プレイヤーはシャーチャです。無限のいいところにあのアバターとかね、声とかそういうのがね、ガチャとかいろんなのでこうゲットできたり してね、自分だけのキャラクターにできるのがまたいいとこなんですよね。だからあの声とかもいいな。この範囲はスルー。今回もちょっと打点がないな、この手。重苦しい場になっています。ビンゴカードやりたいのにちょっとこれだけ日向、これでリアンシャンテンが見れないと。慎重になるな。ここで慎重になるな。親がいいピンから仕掛けた。ピンズが大好きなのかな。ちょっと今通ったやつ、つもぎりが続きます。手出し吐く。さあこの牌はどうする。ここも我慢。イーソーが2人の現物になりましたね。雲行きが怪しくなっています。結構ね、3番はいい手が入るし、なんか前のめりに行きたくもなるんですけど、ちゃんと降りるときは降りた方がいいよみたいなことを前に先輩にアドバイスされたのを今思い出しました。今回ちょっと手の形もね、ここでも良くないですからね。私これくらいにしとこうかな。下茶、ソーズを連打。そう、手出し。下茶、ここは統一落とし。金継ぎ入れ。おー、どうだ。おっと、合わせて動き出した。ちょっとね、両脇が仕掛けて、おお、ツーフロ。ここで泣いてきた。ここは一歩後退。さすがにやめましょうかね。おお、ドラ切った。ここで大きなロンの声。これはうまく打たれてしまいましたね。本日準ドライオン。跳ねまーす。跳ねまーす。横移動しました。そして難入。難入。プレイヤーはトップはね、狙えるから。現在のトップは神茶です。勝負の行方はまだまだ分かりませんよ。それでは対局の模様に注目してみましょう。ビンゴ頑張りたい。ひなた、これで一歩前進。3統一ドラが1枚。この範囲にここはスルー。染めを見ながらドラの重なりに期待。場は膠着状態。さあこの範囲はどう。ここも我慢。9番が安全範囲だな。親の抑え込みが来ました。親のリーチだけに注意が必要です。あのために9番あったんですね。ここ日向、ここはここでも仕掛けない。仕掛けませんよ。さすがにちょっとここはドラを持ってきた。うわー、止められた。神茶、
おお、ペンちゃん早かったですね。リズム赤裏一大きい1万2000点だよ。ちょっと離されちゃいましたねこれ。難一曲一本場ドラは三蔵プレイヤーは難茶です。光ってるぜ。最初にプレイヤーのハイパイはどうでしょうか。高ハイパイだ。リーチ早そうですね。果たしてこの曲を制することができるのでしょうか。どうする、どうする。同じく急走から行ったんですけど、想像の染めても考えてます。でもストレートにピンときたら受け入れてあげてもいいかな。キュー、つもぎりが続きます。まだね、どうにかなる点差です。ここはスルー。うーん、さあこの範囲はどう。ここも我慢。ふー、問題はね、発をなくかどうかなんですよね。ここは仕掛けるか。こうかな、これは。ここで仕掛けていく。これでだいぶ楽になりましたね。コン神茶一歩も譲らない。あー、ドラ切り、マジか。下茶ツモ番が来ない。シンドラはペイ。ポンポン。日向早くも2風呂目。日向あっという間にイシャンテン。これは大きい。下茶これは痛い。これは早かったですね。この横移動は終了です。強かった。はい、というわけで今回は2着ありがとうございましたでした。2着、いやー強かったな。なんか打ち手の方で本当に段位とかもあるし、級とか段とかもあるし、本当ね強い方本当多くて、今ちょっと参りました。というわけで2着なので、今回は2回だっけ2回回したいと思います。ビンゴお願い。せめてリーチになってほしい。盛り上がりにかける。これが、あ、何もの事故みたいな落ち方で75番が落ちました。75番、あります。ちょっと置いとこう。75開けよ。あともう一回、あと1回。おお、来た。何番、32番はありません。ありませんでした。だから今1個だね。75番引いてこんな感じ。ちょっと見える、私の服の位置のが見えるか。こんな感じです。リーチまでのイーシャンテンが2箇所になりましたね。でもまだリッチも言えないこのビンゴカードでございます。意外とこれくじ運大事じゃない。こう弾の自分で回すんですけど、なかなかできない。さあ、というわけで今回もちょっとね、トップ取れない、やっぱ難しいですね。でもすごい楽しかったので、さらにこれは極めていきたいと思います。動画ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。 Twitter もフォローしてね。では皆さん、バイバーイ。